今日も、今日さ、暖かいかなと思ったらさ、そう、今日も暖かいかなと思ったら全然思ったより暖かくなかった。あ、お昼は暖かかったけど、なんか夕方ぐらいからすごい寒かった。びっくりした。え、そう、半袖着てるからさ、そう、最近暑いから半袖着てるんですけど、なんか夕方ぐらいから寒くて、え、寒いってなってたそう、寒いってなっちゃう、すぐ。そんな感じでしたそんな感じでしたっていう。今家着いたばかりですって方の方がいる。お疲れ様です。お仕事お疲れ様です。学生の方は学校とかお疲れ様です。耳かけてるのも可愛いね。そう、耳かけした。耳かけ、耳かけの時絶対こっち側かける。なんかこっち側の方がなんかしっくりくる、自分的に。そうだから基本こっち耳かけか両耳かけ、あんまこっちだけっていうのがない。そう、こっちがしっくりくる側あるじゃないですか、よく自分のしっくりくる側が。そう、こっちって感じ。すごい、今日は質問、最初から質問じゃないけどコメント読みしてる、ね、最初からコメント読み。あ、これ来た、最近やってくる。これどうしようでもちょっと最近やってくるのよ、今のやつが。そう、昨日の夜ワイちゃんの言ったのを参考にサバのみりん干し食べました。サバのみりん干し初めて聞いた。サバにもあるんだ。へえー、あるんだサバにも。初めて。サバのみりん干し皆さん知ってます？有名なのかな。あんま、うん、初めて。イヤリングとかあんまりしないの？だってあんまりしないかな。あんまりするときはする。でも最近気になってるのがイヤーカフ、なんかここら辺に、そう、あ、いや、穴っていうか、そのなんかあるじゃないですか、軟骨開けるとか、そういうのはしたくないんですよ。そう、なんかそのピアスとかもそうなんですけど、痛そうじゃないですか、シンプルに。シンプルに痛そうっていうのがあって、なんか軟骨はより痛いっていうのを聞いてるので、そう、別に穴は開けなくていいんですよ。そうだってイヤリングとかがあるから。そうだから最近はそれを機にイヤーカフがすごく気になってる。結果手にはまだ入れてないんですが、すごい気になってる。一番気になってるアクセサリーかも、イヤーカフ。ね、痛そうだよね。でも可愛いよね、やってる方見るの。ね、なんかピアスとイヤリングってまたちょっと違うから、そう、可愛いなと思うけど、あ、痛そうでやんない痛そうっていうな。でもなんか小5か小6どっちかぐらいの、あ、でもそのぐらいの時期にすごいピアス開けてみたかったけど、やってない。結果やらないそう、やってみたくても結果やらない。なんかすごい、なんかその時期すごいやってみたかった、ピアス開けてみたいって思ったなんでかわからないけど、でもなんか開けるならもう開けるって思った時やらないと、多分やんない人なので、そう、もうなんか即行動じゃない多分やんないだろうなって思ってる、自分的に。
そう。でも今は普通にシンプルに痛そうすぎてできない。今はもうね、そんな勇気がない。そう、そんな勇気がなくて。片耳だけつけるのが可愛いっぽいね。わかる、可愛いよね。ここにピシッてあると可愛い。あいちゃんの振り踊る TikTok が有名になるかもなんて。なったら皆さんバズらせてください。お願いをしてる。ぜひみんなよかったらやってみてください。なんかあゆ大騒ぎ天国やったことないんですけど、せなちゃんとなずなちゃんがやってるのを参考にして、そう作ってみた。あれはそうすぐなんかほんと5分ぐらいで5分ぐらいでパッて思いついたのを踊ってみた。でもなんかほぼほぼ一緒って感じにしてるから、そんななんて言うんだろう、そうそんな違うとこはないんですけど、その元の振りっていうのかな、とは全然変わる感じはないけど、そう考えてみました。ぜひぜひぜひリンクコピーしてね、いっぱい。そう今日は、今日の TikTok は昨日の動画の NG 集っていうのかな、 NG な動画にした。そうなんかすごい初めから間違えました。そうサビ始めから間違えて、もうそうなんかそうやったことないからっていうのもあるし、なんか即興で考えたっていうのもあって慣れなくて間違えた。でも2回で撮り終えた。あれ意外とそう1回目の NG と2回目の成功のって感じです。昨日と今日の TikTok はそんな感じです。なのでぜひ見てください、お願いします。です、 TikTok はそんな。でもね、TikTok 明日も投稿するし、そうでも一旦ちょっとの間、あでも金曜までは取りだめてるのになっちゃうけど、そう土日とかでまた撮りますまた撮りますっていう、はいまた撮るのでぜひぜひ、でも毎日チェックしていただけたらなと思います。 TikTok の方もお願いします。あ見てきたって方いる、嬉しい、ありがとう、嬉しいよ、とってもありがとうございます。はい、そしてここからはあゆからみんなに質問をしよう、恒例のみんなのご飯を聞くタイム恒例、もう恒例のあれだよね、時間だよね。じゃあまずは朝ごはん、みんな朝ごはん何食べましたか今日。なんだろう、朝なんだろうな、パン、おにぎり、アロエヨーグルト、お水汁のみ、おにぎり、コストコのハイローラー食べました。あれだよね、なんかわかるあれだよね、わかるっていうあれだよね、ふりかけご飯、ピーチゼリー、あーいいね、ピーチゼリー食べたいすごい小声、パンとかきっとヨーグルト、寝坊したので食べなかった、朝からお腹空きすぎて、朝からラーメン、すごいがっつりだ、ロールパンいいですね、みんな今日も。
すごいみんな すごい。でもゼリーいいよね。あやもゼリー好き。はい、じゃあ続いてお昼ご飯、みんなお昼ご飯何食べましたか。お昼何を食べたかな。パン、おそば、唐揚げ弁当、肉うどん、カレー、うどんと舞茸の天ぷら。いや、肉うどん今食べたい。最近、今じゃない最近食べたい。なんかうどん会で、うどん会だと肉うどん好き。そうさんま、うどん、あ、うどん、うどんの方多いね。でもおにぎり、焼きそば、カツ丼、キャベツとサラダチキンとご飯、そば、おにぎり2つと春巻き、パスタ、ランチパック、ランチパックとランチパックとペヤングでした。焼きそばのおにぎりとカップラーメン。おお、いいですね。あいちゃん推奨のピスタチオクッキー食べたよ。だって食べたの本当に本当にって食べるの、あ、嬉しい嬉しいって。愛が作ったわけじゃないけど嬉しい、美味しいよね、美味しいよねって嬉しい。じゃあ最後は夜ご飯、みんな夜ご飯は何でしたか。今まだ食べてない方もいるかな、時間的に。夜は何でしょうか。なんじゃろうな、なんだろう。何か何か、あ、ピザ、サンマ、天ぷら、そば、栗ご飯、まだ食べてない、春巻きかお好み焼きの予定。春巻きとお好み焼きってだいぶ違った系統が。まだ決まってない、味噌ラーメン、カレー、これからです。うどん、ややっことレモンサワー、まだです。松前漬け買ってきたので、それと焼き魚。松前漬け、松前漬け、どんなのなんだろう。スーパーで買ったお寿司、焼き鮭と肉とキノコを卵で和えた系。みんないいね、みんないいね栗ご飯今食べたい、この間から。今食べたいってすぐ言っちゃう、この間でも今って言っちゃう、すぐ今って、今って使っちゃいがち。そう、結構今言っちゃう。そう、今欲しいとか、この間から欲しくても今欲しいって言っちゃうそう、すぐ言っちゃう。でもいいね、みんないいと思います。パッチグー。でもピザ食べたい、久しぶりに。あ、言うね、今までいろんな、なんか一時期ピザ苦手になってその時期食べなかったけど、でもなんかいろいろピザ食べてきて、あそこのピザ好きだった、あゆは個人的に。なんかあそこのピザどこだっけ、太田奈緒ちゃんと行ったピザですけど、そう、だいぶ前、すごく前、なんかあの、そう、ちゃんがまだ AKB にいた頃なのですごく前なんですけど、多分アイドルファンの方ならわかる、多分あれ写真載せたので、そう、何かに載せたからわかるかなと思うんですけど、どこだっけ、あ、
原宿の名前がなんだっけ、名前忘れちゃったんだけど、原宿のなんか大きいピザ、三角形なんですけど、なんかもうこのぐらいある、このぐらいこのぐらい伝わりにくい、そう、でもそのぐらい普通にもう顔ぐらいのサイズって言ったらわかるかな、ぐらいのサイズのピザがすごい美味しかった。そう、カリカリなの、カリカリだけど、でもあの薄いピザじゃなくてちゃんと分厚いのに、そうカリってしてて、すごくおすすめ、味も好き、あゆは。でもね、結構あのなんて言うんだろうな、なんて言ったらいいんだろう、うん、なんて言ったらいいんだろうな、でも結構その多分チーズとかピザが本当に好きとかじゃないと食べきれないと思う。あと結構食べるよって方じゃないと、あのそう、あの大きいっていうのか、普通のサイズ食べれないと思うので、そんななんて言うんだろう、日頃からそこまで食べないよって方は、なんか多分2分の1サイズみたいな確かあったから、そっちの方が多分いいと思う、初めて行くとかの方は。そう、そこのピザが本当に美味しい、そう、おすすめ。でもあと、でもピザだとアンチョビが乗ってるピザが好き。そう、アンチョビ美味しくないですか。なんかでも多分食べれるの食べれないのあると思うんですけど、そのね、そう、そこのピザ屋さんにもアンチョビが乗せれるんですけど、トッピング、それが美味しかった、おすすめ。スポンティーニかな、カスケードの、あ、多分それ多分そんな名前、スポンティーニ、調べてみてください、皆さんピザ好きの方、おすすめ、食べてね、ピザ好きな方は。です、ですです、そんな感じです。この質問コーナーでいろんな食べ物想像しちゃうから食べたくなるし楽しい、だって、よかった。でも結構このコーナー好きな方多くて、愛のファンの方の中に多くて、結構お話し会とかでもあのコーナー好きだから続けてほしいって言ってくれる方多いので、続けます続けますって、続けますね、続けます、ですです、そんな感じ。でも今日も教えてくださった皆さんありがとうございます、ありがとう、ありがとう。そう、あゆもでもこのコーナー好き、あゆ自身もなんかみんなのご飯ってなかなか聞くことないじゃないで、なかったじゃないですか今までって、そのショールームができるまで、やるまでなかったので、すごい楽しいですね、です、そんな感じ。そしてね、今日でね543日だらしいです、543日になりました、珍しいものを食べたときは愛ちゃんに言いたくてしょうがない、だって、でも珍しくなくてもどんどん教えてくださいどんどん教えてくださいっていう、お待ちしてます、これからも。で、珍しいものたまに、まあ、知らないものも多いので、そう、でもだからなんかこれを機に、このコーナーを機にいろんな食べ物を愛も知れてる、そう、知らない食べ物とか、そう、知れてます、ありがとうございます、イエーイ、やったね。愛は、そしてね、そう、食べ物関連で言うと、近々そうアイスを食べる配信やろうと思ってるいつかわかんないけど、
まだはっきりと日は決めてないけど、でもうーん来週のどこかって感じかな。来週の平日のどこか、うん、早くて来週の火曜日とかどこかでやろうかなみたいな、わかんない、もしかしたらやんないかもしれないけど、そうでも思ってるよって感じ。そうなのでお楽しみに、まあ、近々やれたらいいなって感じです。はい、そんな感じです。はい、以上ご飯コーナー、ご飯コーナーっていうのかな、ご飯コーナーでした。この配信何分までやろうかな、今何分なんだろう、今何分か分かる方いますか、いるかな、今何分だよって方、何分だよって方じゃない、何分だよって分かる方何分だよって方ってなんか言った。37、ありがとうございます。じゃあ45分になったら教えてください。あと8分後教えてください。45分になったらランキング読んでおしまいにしたいと思います。はい、なのであと8分間ぜひ見てください。お願いします。はい、そんな感じです。なんかね、あゆね、そうだそう、あゆね、なんかね、最近というか昨日ね、昨日かな、違う、ん、おとといからなんか今日まですごい虫に出会うんです。え、みんな聞いてください、本当に本当にって本当に聞いてほしいんです。虫に出会って叫びすぎて、そう、虫にもう人出会いすると眉もうはぁってなるんです。だから本当になんか疲れる虫に出会うと疲れる、本当にすごく、そうやめてほしい、出会わないでほしい、出会なんかそう出会うん出会出会いたくない出会いたくないっていう、出会いたくない、そう、え、なんかね違うんですよ。そう、虫は無視ってきてるんですけど、無視もう無視するとかじゃなくて無視できないんです。そう、聞いてほしい。なんかそう来るんですよ、虫が、そう近づいて迫ってくるんです。だからもう逃げようがなくて、そう逃げようがないの、逃げれない、逃げ道がない本当に逃げ道がなくて、だから本当に困っちゃうよね、困っちゃうよねって困っちゃってるんです最近。だから早く冬になってほしいっていう、今冬になったら虫ってそこまでいないじゃないですか、まあ、いる子もいるけどほぼいないから、早くもう冬になってっていう、もうみんな冬眠しておくれって思ってる。そう、一旦眠ろうって一旦眠ろうっていう、そうみんなにちょっと心の中で思ってます。そう、本当に疲れる何よりも虫に出会うと一番疲れるの、階段登るとかより踊るとかより本当になんか人出会いで疲れちゃう、もう一日終わった感、そう人出会い、そう、そうなの。でもどうしよう、みんな助けて、みんな助けてっていう、大変だってきてる、本当に大変、本当にもう本当に嫌ですよね、嫌だ本当に。
でも虫ってもうどこ行ってもいるものじゃないですか。もうつきものって感じ、どこにいてもいる。なんかもうなんかさ、よく言えば相棒って感じじゃないですか、人生の中においての。そう、よく言えばね、そうよく言えば相棒だけど、もう愛はそんな相棒はいらないと思ってるので、そう本当にそう、そんな相棒はいらないので、そうもうね、もう毎日困ってます本当に何が言いたいかっていうと、毎日困ってますっていうことです。困りすぎてる。まだ虫との戦いは終わってないだって、本当に終わんない。もう生きてく上で永遠に終わらないね。どうしよう本当に、なんかさ困っちゃうよね本当に困っちゃう。だからなんかね、本当になんか虫からアユを救い出してくれるような人がそばにいないと、アユも生きていけないんじゃないかって本当に思ってる。でそう本当に生きていけないと思う。本当に虫から守ってくれるなんか剣士的な方を周りに置きたいって思う本当に常日頃。うん本当に、そんな感じです本当に。ね、どうしたらいいんだろうね。どうしたらいいんだ本当にどうしたらいいんだろう。はい、本当になんかね、なんか嫌なもの、一番嫌なものというか自分の中で怖いもののベスト3に入ってる虫。うんうん、入ってる、入ってます。そうベスト3に絶対入ってる多分。そうやだ、なんかでもなんだろう、3位以内に入ってなくても5位以内には絶対入ってる虫上位、そう上位独占してる。卵から育ったら愛情ばっかもって、ごめんなさいなんですけど、たまに湧かないすごく申し訳ないんですけど湧かないです。他の上位はお化けとかですか。いやお化け別になんだろう、別に怖いけど、他の上位はでも人間怖いなって思う普通に人は普通に怖いなっていうのと、あとなんだろうな、あでもバンジージャンプ怖かった。うん、お化けも多分5位以内に入ってるけど、そうね、でもいい方もいるじゃないですかお化けって。だからそういい方は好きです。あゆはそうお化けでもいい方、優しい方は大好き。あ45分だって、なんかいい感じに綺麗にしまった感ある45分になりました皆さん、ありがとうございます。今日も見てくれて、ランキング発表をしたいと思います。13位カンさんありがとうございます。12位孫悟空さんありがとうございます。11位カズヒロさんありがとうございます。10位綾乃さんありがとうございます。9位翼欲しいさんありがとうございます。8位ワーキングマンさんありがとうございます。7位黒岡銀志郎さんありがとうございます。4位ヒデさんありがとうございます。5位王さんありがとうございます。4位ショートさんありがとうございます。
3位ヒロさんありがとうございます。2位カモンさんありがとうございます。1位人生方向おちさんありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。ありがとう。また明日もぜひ見てください。ではでは、また明日、バイバーイ。またねー、バイバーイ。